とある山林地帯、多くの植物が茂り、たくさんの土壌生物が暮らす林床には、人の目につかない小さなアリたちが生活を営んでいます。今回の主役、ウロコアリもまた、そんな林床に暮らすアリの一つです。今回は、この林床の住人、ウロコアリの飼育に挑戦し、巣内の様子や生態を観察してみました。肉眼では認識しづらい、ウロコアリたちの小さな社会の様子をどうぞごゆっくりお楽しみください。それではまず、ウロコアリの生態について確認をしておきましょう。ウロコアリの生息地は、本州、四国、九州、琉球列島まで。コロニーは、石化や倒木内、朽ちたどんぐりの中などに見られ、しばしば女王が複数存在する多女王コロニーが見つかります。そして、ウロコアリが餌としているのは、土壌に暮らすトビムシの仲間。体長わずか2ミリほどのウロコアリたちは、その可愛らしい見た目に反し、林床で狩りをして暮らしているのです。そんなウロコアリを飼育するための飼育セットを作りました。居住スペースには疑似どんぐり石コース。これは林床の狭く小さな空間と湿度を再現するための飼育です。作り方は疑似どんぐり石コースの動画をぜひご参考ください。今回製作した疑似どんぐり石コースには側面に穴を開けてあり、そこから石膏に水を吸わせることにより巣内を加湿することが可能です。ウロコアリが暮らす林床はある程度の湿度があるため、給水を欠かさず乾燥を避けることがポイントとなりそうです。居住スペースの横には床面に石膏を敷いた餌場を用意しました。これは餌として与えるトビムシやウロコアリ自体の足場として、そして餌場での乾燥死を避けるため、状況に応じて餌場自体にも給水できるようにすることを想定しています。用意したトビムシを餌場に投入すれば、ウロコアリたちの狩りの様子が観察できるでしょう。餌用のトビムシは、使い古しの石膏巣に活性炭を敷いたケースを用意して、増やしながら管理することにしました。トビムシを安定して供給できる体制さえ整えば、飼育のハードルはだいぶ下げられるはずです。ここからは、飼育セット内で暮らすウロコアリたちを観察していきましょう。小さなウロコアリたちが繰り広げる見応えのある生活の様子をどうぞごゆっくりご覧ください。
いかがだったでしょうか。ウロコアリたちは臨床の環境を模した疑似どんぐり石膏水に馴染み、餌として用意したトビムシをしっかりと食べ、産卵から幼虫の生育、ワーカーの誕生までのサイクルを回し始めてくれました。ウロコアリたちの小さな社会は、体長2ミリという体の小ささ、臨床という生息環境からなかなか観察することが難しいですが、肉眼では見づらいその生活は、サイズに見合わぬダイナミックさと活力を秘めていました。森で腐葉土層を目にしたら、朽木やどんぐりを目にしたら、そのどこかに彼らの小さな社会が広がっていると想像を膨らませてみてはいかがでしょうか。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。